これ大丈夫なんですかね、これ一応裁判中にこの話してて。事実は事実です。フランチャイズチャンネルが応援しているフランチャイズ加盟説明会はこちら、詳しくは概要欄から。はい、今回はセブンイレブンの松本オーナーに1年ぶりに登場いただきまして、いろいろ話を聞きました。で、前編の最後に新しい動きも出てきてて、本部からちょっと煙たがられてるオーナーとか結構相談に行くようになってるって感じなんですね、はい、ということはセブンイレブン本部の態度としては、まあ、変わってないってことですね。全然か、逆に言うたらもっと押さえつけが強くなったかもしれないなと思ってますね。なるほど。第2第3の松本を出したらあかんという、うん、そういうことになってるんじゃないかなっていう。なるほどね。コンビニ業界全体としては、まあ確かに24時間じゃない店もちょっとずつ増えてきたし、うん、緩くなってきてるところもあると思うんですけど、まあ、コロナの影響もあってトイレが使えない店、うんうん、トイレダメよって店も多くなったり、うん、本質は変わってないって感じですか。変わってないですね、うん、と時短やってるんですけど、うん、本部の中では24に戻せという声が広がってるらしい。本当ですか。本当に一応公には24時間やらなくてもいいよというふうに言ってるじゃないですか、うん、そういうのも希望認めていくみたいな、はいはい、でも実際にはオーナーには24時間やってくださいねと。そうです。オーナーというかその本部社員に、ああ本部社員に、ね、24に戻すように持っていけと、うん、じゃあそうなるとやっぱりその本部の言い方というかやり方というか考え方というか全部でしょうけど、そこにちょっと従えないなというオーナーは松本さんに連絡が来るってことですね。そういうことですね、うん、でまあ契約更新しないとか契約解除だと大概が時短してる店が狙われます。仕方ないわと、もう諦める人はなかなかね連絡も来ないですし仕方ないんですけど、うん、ちょっと諦めきれないと許せないというような人は来てます。なるほどね、うん、今お仕事はどうなってですか。福祉の仕事してるんですよ。え、福祉の事業を立ち上げたんですか。いや、事業はもう僕も経営者にはあのセブンのあれだけで一本で行くつもりなんで、うん、一応働きに行ってます。まあ、今まではそのセブンのあの店のために店の近くにマンション借りてたんですけど、はい、今はもう実家に戻ってるんで家賃もいらないし。なるほど。別にそんなに食っていく分はその福祉の仕事をしてと。食っていくのには全然、うん、なるほど。で時間もあるからせっかくその、いろんなことができる、うん、その相談されてる方とかの相談にはどんどん乗っていくみたいな感じなんですね。まあでもあれですよね、あの本当、まあ、松本さんやっぱり本当に変わった方なんだと思うけど、こういう風になってなんか生き生きしてますからね、うん、普通はねこんなじゃないんですよ、うん、普通はもう楽しくて仕方ないんです、うん、そんな言ったら怒られるかな、うん、まあでも正直そうなんでしょうね、うん、もう本部とこう揉めた社長っていうのはまあ、やっぱり何人も見てきてますけど、コンビニじゃないですけどね、うんうん、最初はあの元気なんですけど、うん、やっぱりこう時間がね、うん、やっぱり3ヶ月半年の話じゃないじゃないですか、うん、1年2年3年となっていくとやっぱどん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 やっぱ状況が変化していくんで、うん、それで慣れていってしまう方がね、うん、多いんですけど、そういう感じじゃないですよね。もちろん裁判がまだ終わってないってのもあるけど、もっと活力がみなぎってきてます。1回目の裁判終わって、まあ、どっちが勝つか負けるか、僕はもう向こうが出してきた証拠を見比べて、続きの問題とかいろいろありますけども、うんうん、まあ、それ詳しいことまた後で言いますけど、うん、そういう証拠とか見て向こうはもう陳述書を言うて、周りの注意されて不満持ってる人とか、うん、あの従業員で不満持ってた人とか、そういうのも集めて、うん、まあ、お金払ってるのかどうか知りませんけど、うん、お願いします書いてくださいって書いて、そんなんばっかり来てるわけですよ、うん、でこっちはもう客観証拠を出していってるんで、うん、そうやって見た時に普通の目で平等に見ても負けることはないはずなんですけど、いやただね裁判というのはね、そうなんですよ、これ僕もいくつも見てきましたけど、うん、結局対立してるから真実がどこにあるかっていうのは松本さんから見たらそういうふうに捏造してる、うん、こっちの人は捏造してるという気がないのかもしれないですからね、うん、これまあ分かんないですよ、まあね、真実ってのはだから本当は僕なんかもう頭がひねくれてるからどこかに真実があるとも思ってないんですね。これはやっぱこっち側に傾かなきゃダメ、こっち側に傾かなきゃダメだというのがあって、僕は今回はフランチャイズ業界全体から見たら松本さんのの方にこっちが真実じゃないとおかしいんだと思ってるわけで、もう大方世の中からの真実はまた違うところにあるって言われてもしょうがないんだよね、これ。別に僕はだから勝つことが最後の目的じゃないんですよ、うん、おっしゃってましたもんね。改善することが目的なんですよ、うん、改善するためにやってることで、1回2回負けたって僕は最後まで行くつもりやし、まあ、向こうも同じ思いでいるでしょう、うん、ただ続きしたっていう映像出してるっていう話でも今回裁判で出したんですよね、うん、うちの弁護士が
これが相手から出てるセブン本部側から出てる続きの映像ですと、うん、裁判所に出してる映像を本当にそれが映ってるのかどうか裁判法廷で流させてくれと言って、うん、みんなに見てもらいたいと言って出したら向こうの弁護士がやめてくれと、うん、それを出すなって言うて、なんでや言ったら安物の機材で再生されても、うん、映ってない可能性があると、うん、なるほどね。でもじゃあ自分とこがさ持ってきたらいいやん。でも自分とこが持ってきて流したんですけどこれ大丈夫なんですかね。これ一応裁判中にこの話してて、事実は事実ですフランチャイズチャンネル的にはね、これは別にどこから何もないからね、うん、別に何のしがらみもないんでいいんですけど、普通だったらこれもう裁判中に今みたいな話してたらいいんです。いいんですね。事実は事実で言ってもいいとうちの弁護士に言われる、うん、ただなるほど、こっちが考えてそうやりということを想像で言ってはいけないと、うん、ただこれが事実なんだって法廷は公開の原則なんですから、うん、それを公開、裁判所で公開しました、映ってませんでした、うん、誰が見ても映ってません、それでもそれに対してあいつはこういう見て分かるように続きここでやってますとか言うてる、さあどうなんやということを裁判所の法廷でやったんで、それをやったということをこれ言うても、うん、まあセブンからもし何か言われたらもう迷惑かけたらすいませんけども、何も言ってこないと思いますよ、うん、それはセブンイレブン本部がね、形成これ削除してくれって言うんだったらもっとどんどん昔に言ってきてますよ、うん、事実は事実なんで、うん、これは別に僕が捏造して作った話をやってるわけじゃないんで、うん、なるほどね、そういうことを客観証拠として出している、向こうは客観証拠が出てこない、いろんなそういうところを考えてみたときに、さあどっちやと言うたら、まあ、どっちでもいいです、勝っても負けてもええんですけども、うん、ただそういうことをやってその作り上げていってることがこれからずっと通用するのかしないのかって言うたら、さあどうなんですかということなんで、うん、なるほど、僕はそこをちょっと強調して言っていきたいと思ってる、ね、本当は前編後編の予定だったんですけども、まあ、まだまだおっしゃり足りないところもあるようなんで、第3回目ということで段切って3回目に行きましょう。